教育虐待という言葉を知ってますか？知ってますよ。教育虐待、虐待というのは、これは、まあ一番あの顕著に現れるのは受験ですね。特にちっちゃい子をあの連れてきて、受験を強いる。で、勉強しろということを、知って親が子供を虐待する。勉強虐待ですよ、要するにこれね。要するに勉強しないと怒る。どこどこの学校に入んないとあなたは終わるよという勝手なこと言ってる。そういうようなことで子供たちが虐待を受けてるわけです。で、僕はこれはね、本当に最初から言ってる。だからもう、子供のね、自主性がまだ出ない頃から親の考えで中学受験をさせるとかそういうことね、それはもう絶対反対、中学受験は反対だよっていうようなことを言ってたんですけども、ただ世の中も変わってきて、で中学受験すれば高校受験がなくなるということで、まあそのまあそれも一つありかなという感じはあるんですけども、ただやり方が問題で、でね、一番良くないのは自分がダメだったから子供には悪い、自分がね、嫌な思いをしているので、子供にはその思いをさせたくないからやらせるみたいな感じ。あとは周りがやってるのでやらないと乗り遅れちゃう。これが現代の教育、あれなんだって間違ってる親、こういう人たちたくさんいますよ。本当に僕のところには毎日のようにもう悲痛な叫びのメールが来てもどうしたらいいか分かんないぐらい多いんです、はい、で後から気がついて、気がついて も子供はもうヘロヘロになっちゃってるので、直しようがないっていうふうになってくるの。だから受験やめてほしいということでずっとあれだったんですけども、ただね、ぼんちゃん受験する？ぼんちゃんって受験するの？受験、猫受験するの？ぼんちゃんは受験するの？尻尾で受験するの？受験するの？どう思う？はい、なんだっけそうなのね。だから、最近ちょっといいんですよ。周り、あとこの子がやる、受験やるって言うからって、だからやらせるんですって、私の気持ちじゃないんですって言ってるじゃん。違いますよ。それはああだこうだとそれを匂わせるようなことを言いながら子供に受験をしてるんですよ。でね、2つのことがあって良くないのは、子供はあなたの欲求解消の道具じゃないですから。なので自分が嫌な思いしたから子供には嫌な思い、そんなね、一番意味の通らない理屈なんですよ。自分が苦労したのは勉強しなかったからじゃないんです、実は。その時勉強しなかった自分を正そうとして努力してないからです。自分はそれは勉強した人だって、そんなだから間違っちゃうんだよね。おお、飛び降りた、だいぶ良くなってきましたね。そういうことなんですよね。だから一番いけないのは、そういうことを元にして、そういう言葉を元に虐待をしていると同じです。勉強しろ勉強しろと、あと夜の11時頃まで小学生を塾に通わせる、ね、缶詰にしてその状態にして、受かりもしないところをね、そこに突っ込んで、実際、受かるから受かるからと嘘ばっか言って、受かるわけないじゃん。競争率5倍7倍って考えて、何人が受かるの？7人の中の1人にあなたなれるの？あなたの子供が7人の中の1人だよ。それは塾に行かなくても初めから頭いい人でしょ。7人の中の1人だよ。そんくらいのレベルじゃないとこれは合格できないよ。でね、合格できるできないの話じゃなくて、できないことは分かっていながらなんでそんな勉強するの。いや、勉強することは悪いんじゃなくて勉強しいるの。でね、中学受験とかそういうもので、ただね、マインドセットをしながら勉強する意味でも
合格できなかったらどうしようと、合格もできないんだよ、合格すること可能性は少ないけど、その中で勉強することによって君がどんだけの価値を得られるかっていうことをちゃんとその幼心に教えていった上で勉強するっていうのはいいのね。でも最初からさ、7分の1に入る、5分の1に入る、下手すると10分の1に入るようなことをね、知って、まずはそこの自分の子供がそのレベルだったらいいんですよ。レベルというのは分かるじゃない、大体。要するに自己認識、如実知人ということが分かってないと、親がね、大きな心がない、そういうのが分かってないとダメだ。で、簡単に言えば自分を変えなきゃいけないということです。親はね、受験を強いる、教育虐待をしているような親は自分を変えなきゃいけない。で、例えばまあ何かしないともうすぐにこう、もう、なんていうかな、もう発狂するようなヒステリックな親っていますよね。何かできないと。それはなぜかというと自分ができないからなんですよ。自分ができないから、その自分のできないところは子供が同じことをするとすごくムカつくんだよね。そこがポイントなんですね。自分ができる人はそれほど子供になんだかんだ言わないよね。だから本当にこれは危険なのね。今からこういうことが続いていったらやばい。世の中から消すべきものはいいですか、ペットのペットショップと、特にホームセンターのペットショップと学習塾ですね。これは消すべきですね。